はい、どうも、リッチです。さあ、今回は、スターシップトルーパーズ、テーランコマンドというゲームをプレイしていきます。さあ、このゲームはね、ゲームタイトルにある、スターシップトルーパーズっていう、まあ、映画がね、昔、あったみたいで、それをゲーム化して、で、ジャンルとしてはね、リアルタイムストラテジーと、いわゆる、まあ、舞台を指揮するゲームで、砂漠の惑星に住むね、人を救うために、こう、戦っていく、まあ、昆虫対人間の、まあ、SF ストラテジーゲームと、まあ、この最初のね、ゲーム画面出てますが、まあ、救いに行ってる画面とかね、出ているわけです。で、今回冒頭のね、部分を遊んでみようかなと思います。まあ、こういう奴らを倒していけばいいんですね。さあ、来ました、来ました。銃を持った部隊が2つ。で、これは、司令官かな？あ、からここにいるんですね。で、スナイパーがいるよと。操作できるのはこの2部隊っぽいですかね。ここにもなんか言いますけど、エンジニアか。さあ、目的としては、まあ、虫を探そうというところですね。まあ、こういう、お、いるね、いるね。あれでいいのかな？さあ、我々人間にはね、銃があると。撃ててないですけど、片方ね。もうフォーメーションが大事なのかなと。さあ、このね、不毛な大地。まあ、一応人間がこうね、進出してる、切ってみるみたいですが、そこを舞台にね、こう、助けていくと。まあ、虫がいっぱいいるわけですよね。さあ、これ人間、お、遊軍だ、遊軍。いるぞ、いるぞ、助けに行こう。使えるかな？車線でいうとこの辺ですかね。来てあげてよ。ああ、そこ、フォーメーションもう決めてるね。オッケーオッケー。真ん中入ってあげて、横ついてあげると。ああ、なんか車線的に打てないですね。こうかな。この石の前でどこ、もしかして。行ってやろう、行ってやろう、じゃあ。いいよ、リスクを背負ってあげるよ。オッケーオッケー、左側大丈夫ですか？これちょっとスナイパーさん、お前進んでますね。ちょっとまあ寄せよ寄せよさあ爆弾があります。かてまあ投げたりできるよと。まあこれアビリティ的なね。ああ、遅かったですね。さあ、あそこにアリガスかな。めちゃくちゃいますね。さあ、おお、空爆だと。左下が司令官か何かですか？まあ、とりあえず、まあ、雑魚を倒しながらと。で、このアタック移動ってのがあるんでね。まあ、攻撃移動ですね。これを使えば、まあ、ここまでね、敵を見つけして撃ちながら移動していくと。まあ、比較的通常の移動はね、危ないからね、こうすればリスクが減るかなと。味方がだいぶでも言ってくれてるよ。いる？あ、こっちに拠点があるのか。なるほどね。あ、民間人が。やってくれたな、こいつら。無言たらしけられています。どちらが侵入者か侵略者かといえば、まあ人間なのかもしれませんが、あ、すごい死ぬまでの動きいいですね。 Damn it. Either these civilians ignored the evac order. 物資があるんだね。集めちゃおうかな。じゃあ、あ、いるわ。あ、まずいまずいまずい。この車線管理大事だね。さっきのまま戦ってると多分撃てなかったんで、まあまあまあ伊達政宗になるかって話ですよね。つまり取ったよ。ちょっと待って。さあ、このままこれあと3個取ろうということで進めばいいみたいですね。元いた場所の北側か、これが。オッケー。まあまあ、防御いらないだろうと。まあ、小さな居住地なんですかね。その先もじゃあ襲われてると思うんで、こいそこいそこ。あ、でも味方がいる、味方がいる。火炎放射器かな。おー、いいね、いいね。虫にやっぱ炎ですから。燃やせ、燃やせ。
もっともっと手広く行く、手広く。で、横ついてあげるか。この辺かな。味方とかぶってもしょうがないもんね。一番端が前に出るくらいのイメージで行った方がいいのかなと。さあ、いけいけいけ。爆弾を使うタイミング難しいね。おー。あ、仲間になった、仲間になった。よーし。来たよ、来たよ。あるね、あるね。まあ、進みながら、徐々に拾っていこう。火炎放射が一番前なことは間違いないよと。あ、なんか押されてるよ。あれが拠点か。ラジオバンカー。あ、ラジオ塔とバンカーの合体版ね。あれを制圧しようと、キャプチャーしようということですね。ああ、ちょっとあれリスクあるな。戻ろう戻ろう。あ、一人が、戦士が一人やりました。兵隊がちょっと良くないです、位置が。火炎放射器は少ないですからね。ちょっとまずは方面所整えようか。裏は来ないと思うんで、上が抑えながら、横が抑えながら取るよと。回復できるかな。入ればいいんだね。 These apes have taken a licking. Use the radio station to call a fleet and get replacements for our casualties. さあ、レインフォースメント、回復ですよね。こいつじゃない？こいつなの？あ、できたできた。さあ、これで3人になりました。こいつらもいる？一緒にやろうか、じゃあ。死んでる、あー、ちょっと死んでますね、確かに。こういう拠点が補充用なのかな、あれ。移動するんだね、わざわざね。この左のゲージが減ってると、多分隊員を失ってるんだろうなと。復活、あ、来ますね。攻撃まで30秒と。角度は変わらんか。もうここに、じゃあ、火炎放射。下側から銃撃。真ん中、撃てるかな、これ。火炎放射難しくない？どうしようか。ちょっとあんまり良くないかもしんない。割といいんじゃないかな。どうかな。下が開くんならもうちょい出る。いいよ、ませませませ、いいぞいいぞいいぞ。あ、下来るわ。まあまあ、でもここの十字砲か。ちょっと下良くないです。下良くないです。下良くないです。上の方が絶対強いからね。ここなんならここ邪魔になっちゃってますから、やられてる。回復しようか。火炎放射一人目られてないですね。上のやつがなんかレベルかな？なんか2個になってるね。さらに上になるね、拠点、まあ、デルタ4らしいですが、そこに向かえと。ただまず真ん中に、ここにある2つを取らないといけないんで、まあ、向かいながら行くよと。狭いですね、道がね。虫がなんか地の利生かしてくるんでしょ、きっと。どっちがいいかな。3部隊で攻撃移動するか、ここまで。二部隊、あー、オッケー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 。裏警戒、あ、待って待って、これ弱いぞ、絶対。ライフラ束になると弱いね。全然隙間がないですね。打たれ強くもないから、あー、まずいな。これ狭いところは、火炎放射の方がいいですね。まあまあ、もう遅い気がするけどね。回復しに戻ろっと。この資源は無限なのかな。
一応待っておいて、さあ来たね。上から来るぞ。特に変えなく、おお。火炎放射撃てなかったですね。ちょうど味方と被ったみたいな部分ありそうだよ、今のは。さあ、取れてよと。Let that be a lesson. These colonists had guns. 戦ってるね。They didn't have training or discipline. 聞いて。That's why we're alive, and they're not. 角度つけよ、角度つけよ。火炎放射、いけ。よし。次上か。引け引け引け。火炎放射前方面に。それをカバーすると。オッケーオッケーオッケー。この法則ね。移動がでも一番厄介かな。これ3人まとめてても、3部隊まとめても結構弱いんで。中間合いそうですけどね。まあまあ、正面突破か。行きましょう。右側が危なそうだよね。まあ多分、交戦してると思うんでね、それこそ。急いで行きたいよと。あとまあ、爆弾か、そういえば。打ってない部隊でも爆弾投げれると思うんで、ちょっとその辺だよね。使えていけたらなと。さあ、割と大きな拠点があります。民間、あ、部隊か。この辺じゃ安全そうだね。入ろうか。中が実は、あ、いるいる、全然いる、全然いる。Bugs are going for the base.Standard procedure is to keep the gate shut until there are zero hostile in the area. Oh, hell. Guess you're doing this in the open. At least there'll be a target-rich environment. まあ、どう考えても敵が来るよと。開けてくれます、これ。開けちゃくれねえみたいですね。OK です。拠点をしろ、拠点をしろ。オッケーオッケーオッケー。まあまああいつはいけるでしょ。遠距離はそうだもんね。普通に近距離で噛みついて、あ、そっか、飛ぶ虫もいるんだね。なるほど、開けてくれるみたいです。よし、ちょっと補充しようぜこれね。あ、できないですか、あの拠点は。ラジオステーションありますけど、お拠点に来ましたよと。We're not done yet. Get on those walls and get ready. あ、来た来た来た、補充できる。まあ、敵も来るみたいですね。あ、オッケーオッケー、まあ、そこに行けよと。Show those bugs what you're made of. これだね。火炎放射どこかな、それこそ。あ、もうそっちが全力なのかな。入れないよね、そんなんね。あ、タレット待っていいですね。えてててて。あ、登ってくんのかな、もしかして。あ、飛んできた、飛んできた。撃ち落として、撃ち落として。オッケー、オッケー、オッケー。回せ、回せ。あ、登ってる、登ってる、登ってる。これ大変です。あー、登ってきた。まずいですね、伸ばしてよ。スロ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 。オッケーオッケーオッケー。死んではない。あ、来た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 。え、あ、死んでんのか。登り切って最後の力みたいな、出し切った的なね。それも終わりじゃないかな。さあ、今回はスターシップトルーパーズという映画をね、ゲーム化したリアルタイムスタティジーゲームを遊んでいきました。まあ、こういう人間対ね、まあ、エイリアンとか、まあ、こういう虫みたいな戦いのゲームは、まあ、地球防衛軍とかね、ヘイローズみたいな、でそういうね、まあ、SF チックな世界観が好きなんで今回遊んでみましたが、まあ、シンプルに気持ちの悪いね、虫という、まあ、生物、まあ、まだ近接しかいませんでしたが、まあまあもちろんね、スピッターじゃないですけど、なんか入ってくるやつもいますし、いると思いますし、まあ、これね、ゲームの最初の画面にね、ロボットがいると思うんですけど、まあ、ロボットを使ったなんか虫のね、駆逐みたいなこともできると思うんで、
楽しそうなね、リアルタイムストラテジーゲームですね。